こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、今日は髪の毛の多い方向けのポニーテールアレンジです。髪の毛の多い方はやっぱりたるみやすかったり太くなりやすくなると思うんですけど、それを今日は小分けにすることでより柔らかくバランスの取りやすい方法を今日はやってますので、よかったら参考にしてみてください。はい、それでは動画スタート。ミレイのバームをつけていきます。指先でこのくらいの量を取っていきます。手のひらに伸ばして全体的に毛先から上に伸ばしていきます。耳上の位置で髪の毛を分け取ります。ゴムで結んでいきます。襟足の髪の毛を半分に分けて、こちら側の髪の毛をこちら側に持っていきます。ゴムで結んでいきます。アレンジスティックを使います。中心よりもやや右側でアレンジスティックを通していきます。襟足の髪の毛をスティックの輪っかの部分に通して下に抜いていきます。出てきた毛先を2つに分けてロープ状に編んでいきます。少しほぐします。毛先を手で持ち替えてゴムの部分に巻きつけていきます。上からゴムで結びます。結び目を持ちながら3ミリ幅で表面をほぐしていきます。巻きつけた部分も少しほぐして、完成です。髪の毛の量が多くていつもポニーテールが太くなってしまう方、この方法だと立体感も出て柔らかくも見えますので、ぜひやってみてください。